ネサックはダンジョン探索型 RPG でローグライクゲームの一つである。系譜としては元祖ローグハックネサックという直径にあたる。表示はキャラクターベースでキャラクターアイテムダンジョンの構成物は US アスキーにより表されキーボードでの操作が前提といった点は他の普通のローグライクゲームと同じである。基本的なシステムはローグの拡張と言うべきものだが ローグと比べると、数多くのアイテムや、怪物の改定追加が見られる。その中には、ダンジョンズドラゴンズや、指輪物語に登場するものが数多く含まれる。また、属性の概念は、ダンジョンズドラゴンズなどのアライメントから、取り入れられている。ゲーム目的は、ローグと、同様ダンジョンの最下層にある、イエンダーの魔よけの奪回である。ネサックではさらに迷宮を脱出して、 天井界に登りそれをプレイヤーの属性の神に捧げに行かなくてはならない。イエンダーの魔除けを天井界にある神殿に捧げるとゲームクリアとなる。様々な職業と種族各界のマップが保存され階段で上下可能固定のアナグラムを用いた未識別名ペットを刺激できるモンスターの死体を食べて有利な特性を身につけられる焦点でのアイテムの売買。 ピンチの際に神に祈って危機を脱す,することができる点等がローグと大きく異なるネサック独自の特徴である。特にマップが保存されることにより戦闘ゲームから探索ゲームへと大きく変化している。蹴る、かく、擦る、ひたす座る跳ねる、拭う、捧げる、こじ開ける、起乗するを取れる行動も多彩になった。また、プレイヤーに語りかけるような特徴的な口調のシステムメッセージや 各所に仕込まれた独特のジョークやパロディがある。普通にプレイしていては滅多に見ることがないメッセージやレアな体験をすることもプレイの醍醐味である。ネサックはローグの直系の子孫ではあるが、新しい設定や様々な小道具の取り入れにより、ローグの筋欲的な雰囲気を一変させた。ネサックの派生ゲームには追加の職業を加えたものがいくつか存在する。 最も有名な派生ゲームの一つは、ネサック・ザ・ネクスト・ジェネレーションであり、これには、ギークという職業が存在する。他にもネサックプラス、スラッシュ・ EM などいくつかのバリアントが存在する。日本語版は有志によって、翻訳、配布されている。また、ジャニーサックという独自の日本語版も存在する。かつては、ジャニーサック独自の拡張要素が存在したため、 これをバリアントの一種とする場合もある。プレイヤーはゲーム開始時に名前を登録し、様々な世界の神話、民話、フィクションを元とした職業や種族、性別及び属性を選択することができる。ただし、職業ごとに選択できる種族、性別、属性は制限されることがある。職業は起動時に頭文字をコマンドラインオプションとして付けて選択できる。 以前のバージョンにおいては職業としてエルフが存在したが種族の概念を取り入れたバージョンからエルフは種族として扱われることとなり職業としては削除された。また日本語版であるジャニーサックのかつてのバージョンでは独自に戦士が存在した。このほか、ネサックをベースとする様々なバリアントでは独自の職業が追加されていることもある。ゲームの舞台である。 運命の大迷宮は、途中いくつかの分岐を経て仮想にある地獄、ゲヘナにいたり、さらにその最下層にある、モーロックの聖域にエンダーの魔除けがある。迷宮の探索や、分岐先への冒険を繰り返しキャラクターを鍛え、最下層を目指すこととなる。ゲームの舞台であるダンジョン、運命の大迷宮の1階からスタートする。地下1階には地上へ出る階段があり。 イエンダーの魔除けを脱会せずに、これを上がると迷宮から逃げ出したことになり、ゲームオーバーとなる。プレイヤーはペットを連れており、ペットも戦闘に参加する。またペットはアイテムが呪われているかどうか判別する、能力を持つ。ペットを攻撃したり、ペットを長く放置したりすると、野生に戻ることがある。猫、犬、馬や一部のモンスターは、適切な餌を投げることや、 特定の巻物を利用することでペットとして手名付けることができる。一定の深度までのダンジョンは単純な構成で特殊な部屋が生成されることは少ない。ランダムに見せ、祭壇、金庫などが含まれることがある。いくつかの木材橋は特殊な設定を持ち、異なるマップを持つ。ノームの鉱山への入り口は低階層に出現し、最初にして最大の分岐先である。 8回ほどからなり、2つの固定マップを含んでいる。クリアに必須ではないが、特殊な機能のある品物を手に入れることができ、またクリアに必須なアイテムを入手できるポイントがある、貴重な場所でもある。城までの基本的なダンジョンの構造は、固定マップを除き上層階と同じである。いくつかの特殊な固定マップ及びイベントが存在する。ゲッヘナは、名前の通りデーモンドラゴン。 吸血鬼などがひしめくダンジョンの最下層である。複雑で長い迷路になっており、いくつかの有名な悪魔が出現する固定マップを含む。イエンダーの魔除けをもって、迷宮を出ると、神の助力により、精霊界を超える試練に挑戦することになる。土、風、火、水の四つの精霊界があり、それぞれを抜けて、天井界へ至る。精霊界には、 精霊や数多くの強力なモンスターがいる上、移動に様々な制約、または特殊なアイテムが必要となる。天上界には三つの属性の神がそれぞれ神殿を持っている。自分の神を含む、どれか一つの神の祭壇に魔除けを捧げると、ゲームクリアである。自分の属性の神に魔除けを捧げると、永遠の命を授かり、神に昇格するが、他の属性でもゲームクリアはできる。 ネサックは非常に難易度が高いため、クリアはなかなか難しい。このため情報交換のためのユーザーグループが各所に存在している。こうしたユーザーコミュニティではネサックの翻訳をしたり、FAQ やスポイラーを整備したりするだけでなく、ネサックを題材にした単位のない話を楽しむのが普通である。メッセージが多様であること、 とりわけいろいろな理由でキャラクターが死んだり困難に陥ることがあるため、そのようなメッセージ自体を披露して楽しむのである。ユスネットやそのタグローバルに配送されるネットニュースグループなどの伝統的なものをはじめ、IRC や最近できた SNS 上のコミュニティなどが存在する。ネサックでプレイヤーキャラクターが死ぬと場合により幽霊となって残ることがある。 幽霊は元のキャラクターの持っていた現金を含むアイテムを所持している。このような仕様は複数人ユーザーのいる計算機あるいはネットワーク上のサーバにネサックをインストールし数人で楽しむといった遊び方を誘発しやすい。ゲーム目的は魔除けの脱会であるが特にそれをせずとも迷宮を隅々まで探索し尽くしたり自キャラクターを強化し続ける楽しみもある。 そうした行為についての語り合いや自慢もゲームの一部と言える。ありがとうございます。